忍者戦隊かくれんじゃーの活躍から早30年、当時テレビの前で見ていた小さなお子さんは大人になっておじさんおばさんになったとかなってないとかそんなことは置いといて、きらめき全開どんぶらこっこの王様にタイヤ人間まで大活躍のこの令和の時代に、なんとドローンとドローンチェンジャーが帰ってきた。こりゃめでたい30周年のお祝いだと、やれ第3部やらイベントやらで大盛り上がりの、そんな時新しい妖怪が現れた。この世の緑は全て俺のものだ。ん？緑があるぞ。ん？緑をよこせ。こいつはワンマニに救う妖怪みどりくん。困ったことにみどりのものが大好きで、何でもかんでも自分のものにしたがるんだ。さあこりゃこりゃどうしたもんか。ドローンチェンジャーの紹介はどうする、どうなる。仕方ない、ご先祖様の代わりに私がドローンチェンジャーを授けましょう。あ、それやった、行くわよ。妖怪みどりくんは無事に成敗、なりきり遊びも大成功。さあいよいよここからドローンチェンジャー 30th アニバーサリーエディション紹介の巻、始まり始まり。バーバリーではとくとご覧ください。こちらがドローンチェンジャー本体と付属の5枚のメダルとなっております。ではドローンチェンジャー本体から見ていきます。いやもうほんとね、劇中準拠のサイズ感、思わずねこうやって持ちたくなりますね。いや本当にね、手のね収まりがいいんですよ。うん、あの握ってた感じ思い出したわ。そうなんです、もうこれだけでもなりきり度合いありますよね。そしてねデザインも見ていくと、やっぱこれですよね。ちょっとね和風のデザインがかっこいいんですよ。そしてね、なんといっても金色メッキ、これがねやっぱ重厚感ありますよね。キラキラしております。そしてね、カクレンジャーの5人のねデザインもありますし、忍びの文字がねしっかりね刻まれております。これがねやっぱかっこいいです。そしてねボタンを押すと中のデザインもしっかりあります。メタリックレッドがね映えますね。全体的にね印籠モチーフにしたねデザインになっているので、このようにね紐もかっこよくできてるんですよ。そしてメダルも5枚付属しております。ギラッギラですね。ダイキャスト製になっているので重みもあります。そしてメダルをつけてみました。今回ですね忍者レッドのメダルをつけました。やっぱねしっくりきますねデザイン。ドローンチェンジャーとメダルのデザインがね統一感あって非常にかっこいいです。やっぱり全体的にね1994年の当時にね発売されたドローンチェンジャーより、ね、やっぱグレードアップされてますね。ではね早速音声を鳴らしていきたいと思います。まずはねこの上のボタンを端押しして通信音を鳴らしていきます。はい、見てください、 LED の発光もいいですね。続いて長押しをしてみると、2つ目のね通信音も鳴るんです。さらに上のボタンを3回連続で押してみると、このように劇中で印象的だった通信音や妖怪のね探知音も鳴らすことができちゃうんです。そしてですねこちらのドローンチェンジャーには、冒頭でねモニちゃんが披露していた通り、劇中で変身時に流れていた BGM を鳴らしながら変身することができちゃうんです。すごいですよね。激アツね。しかもですよ、短尺バージョンとロングバージョンの2種類が収録されているんです。さっきのは短尺バージョンになっております。そうなんです、はい、この下のボタンを単押しすることで BGM がなしで変身することができて、長押しすることで BGM ありで変身することができちゃうんです。さすがアニバーサリーエディションですね、そうだよね。しかも光り方も再現してあったからね、はい、ここのね1994年を思い出しちゃうよね。最高。
え、モニちゃんがさっき忍者ホワイトで変身してたけど、はい、他の人の音声って入ってるんですかね。もちろん入っております。各忍者5人分のセリフが収録されているんです。しかもですよ、音声が新規取り下ろしになっております。え、取り下ろし、はい、え、もう当時のキャストが集まって、え、なんか全然変わらない感じしたけど。そうですよね。ないですか、30年経ってるんですよ。え、すごっ。よし、じゃあメモリアルモードで変身をやっていきたいと思います。ここでですね、リックのポイントが一つあります。ポイント、メモリアルモードで下のボタンを長押しすることで、オープニング曲のシークレットかくれんじゃーの音声をね、予約することができちゃうんです。え、どういうこと。予約するってことは変身時に自動で流れるようになってる。すごい。それでは早速忍者レッドにスーパー変形。いや、決まりましたね。いいですね。サスケの声いいね。なりきり度抜群です、うんね、しかもですよ、うん、あの曲を予約する時の音声が、はい、あの CM に入る前の音声でしたよね。アイキャッチの時ですよ。鳴ってましたね。そうで、最後が CM 明けの音声、もうやばいです。ファンにはたまんないこれ、うん。さらにですよ、メモリアルモードには、うん、忍者戦隊カクレンジャーの5人の戦士のセリフが収録されているだけでなく、東映特撮ファンクラブで配信される忍者戦隊カクレンジャー第3部中年奮闘編のね、セリフも一部収録されております。わー、嬉しい。はい、もう30年の歩みの音声が入っております。うん、ありがとう。じゃあ早速音声を鳴らしていきます。音声を切り替えるときは上と下のボタンをね、長押ししていきます。うん、いきます。忍者戦隊、隠れちゃう、はい、いきなり掛け声が鳴りまして、いきますよ。行くぜ。はぁ、サスケの音声。はい。スーパーリング、ドラゴンチェンジャー。5人。同時変身だからちょっと長くなってんじゃん。そうなんですよ。すごい、うん。再現度高すぎます。うん、そして、一連で入っております。嬉しい。すごい。このシュッシュって動きまで入ってるんですよ。あの効果音まで入ってるっていうのがね、もう豪華すぎますよね。最高だ。成敗。はい、決まりますね。さらにね、ボタンを押していきたいと思います。うん、いきます。隠れちゃボール。来ました。隠れちゃボール。そう。まだ入っております。最高です。これたまんないですね。いやー、かくれんじゃボールだっておもろいもんね、あの技。このボールのやりとりがいいんすよね。絆感じますよね。うん、本当に戦隊って感じがしますね。うん、さらにボタン押しますよ。いきます。忍者マン、社長、忍者マンの忍者マンじゃん。嘘でしょ。まだ入ってますよ。忍者ソード、すごい。青2歳だぞ。それを言っちゃおしめよ。青2歳ね。すごいね、忍者マンがだって私本当に好きだったまさか忍者マンまで入ってるとは。愛くるしいキャラですもんね。本当に忍者マンの声もね、入っております。さらにね、両方のボタンを長押しすることで5人のね、各レンジャーのそれぞれのモードもね、収録されてるので、ちょっと切り替え音声を鳴らしていきたいと思います。横にある上下のボタンを両方長押しすることでモードを切り替えることができます。モードを切り替えるとそれぞれのキャラクターの名乗りゼリフが鳴るようになっております。じゃあ両方のボタンを押します。
はい、モード切り替えてちょっとね上のボタンを倒せると、うん、はい、掛け声なんかもね、うん、入っております。じゃあちょっと切り替えていきます。忍者ホワイト、シュウヒホワイトビーク、忍者イエロー、スーライ、イエロークロー、忍者ブルー、最高隠れ竜、巨大中小の術、ブルーローガン、忍者ブラック、クラヤ、隠れ竜、中小ファイターの術、バロー、ガンマ、はい、重症ファイターこの発音ですよ。ジュライアいいね。ジュライアといえばこの発音です、うん、ネイティブですから。ジュライア大好きだったの、はい、私そうです、最高ですねこれは、はい、ずっと聞きたい、うん、ちょっと忍者ブラックもうちょっと遊びたいと思います。いいんですか、行きますよ。ポンガマに岩地獄の術、 See you again。 おー、 See you again。最高、なんか恋心が返ってきました。好きだと、すごい好きだったね、すごい。はい、こんな感じでね、うん、本当に5人の選手のたくさんのね音声が収録されております。バンマニ、さらにですね先日情報解禁された音声を鳴らしていきたいと思います。おー、なんとですねこちらのドローンチェンジャーには、うん、遠藤健一さん演じる飛行士ジュニア、うん、そしてミセスグリーンアップル大森元貴さん演じる五郎のボイスが入っております。新キャラの豪華ですよね。やばいじゃないですか。こちらはですねサーティンスモードに切り替えることで音声が鳴るので早速やっていきたいと思います。モード切り替えは長押しなのでやっていきます。早速ね、はい、飛行士ジュニアだったね、笑い声が、はいね、遠藤さん、はい、そこまでよ隠れんじゃ貫禄ありますね。これですよ、ね、トモティフォンと出てきた時もう衝撃でしたからね。そしてですよ、隠れんじゃ放送30周年を記念して大森さんが出演されているということで超特別な音声がこちらのドローンチェンジャーに入っているんです。超特別、超特別です。超早速鳴らしていきます。スーパー変化ドローンチェンジャー、え、すごい、これ、はい、大森さんの声、え、そうなんです、そうなんだ、ガングオリジナルの大森さんの隠れんじゃの編集音声が入っているんです、うん、しかもですよ、しかもしいですよ。これだってもう大森さんのこの音声を流しながらなりきり遊びできますよこれ。え、ってかこれこの玩具だけでいいの？これ大森さん超喜んでんじゃない？大好きだもんね。そうですね、確かに本当にねファンにはたまらないね仕様になっております、うん、バンマリン、いや音声のボリュームすごいね。うーん、いやだって変身音声も BGM も入ってて、うんうん、オープニングも入ってたでしょ、うん、はい、怖すぎるよ。そうですよね。いやでも私実はあのエンディングも好きだったんですよね、うん、このね印象的なエンディング、もちろん入っております。オープニング曲のねシークレットカグレンジャーに加えてエンディング曲の忍者摩天楼キッズも入っております。印象的ですもんね、あれ、ね、修理修理修理系歌いたくなっちゃいますよ ね、 ね、思わずね、こうやって最後にねやりたくなるね。音声のボリュームもね、とんでもない仕様になっております。皆さんぜひゲットしてみてください。ドローンチェンジャー 30th Anniversary Edition はプレミアムバンダーにて2024年8月30日金曜日23時まで受注中。このアイテムは気になったら概要欄をチェック。バンマリではこれまでにもスーパー戦隊のアイテムをたくさん紹介しているのでぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。本日はここまで。